こんにちは、 JP コンサルタント趣味の部屋です。今日は、シーマントレンズ注文していたものが全部揃ったので、簡単な感想だけ動画にしたいと思います。今回注文したものは3種類ありまして、一番右のものが以前動画にもさせていただいた 5mm から 50mm のシーマウントレンズ、それで一番左が 2.8 から 12mm の CS マウントのレンズ、真ん中が 2.8 から 12mm の C マウントのレンズになります。まず一番右のレンズなんですけれども、これ他の2つのレンズと違って、他の2つのレンズはつまみネジのつまみが3つついていて、でこのレンズだけ真ん中あのネジがついてません。真ん中のものは何かっていうと絞りで、今ちょっと分からなかったかな、このクローズとオープン回すとあの真ん中のやつが動いてました。で手前貸しがニアとファー、上貸しが、ワイドとテレっていう風な感じの内容になってます。で片方を動かしても他の2つが追従して動くということがないっていうのが、この一番右のレンズの一番ものすごくよくできているところだなぁと思います。それからちょっともう一回後でもう一ついいところを紹介しましょうかね。で次左なんですけども、これ CS マウントなんですけども、 CS マウント、ASI のカメラ C マウントみたいですね。 CS マウントをつけると焦点距離合いません。だからこれちょっと使えないという格好でした。もちろんズームなんで、ズームとピントの組み合わせ、特定の組み合わせでは使えるんですけども、ズームレンズとしてはちょっと使えませんでした。残念です。あと表示が逆なんですね。今回しているところ、表示は T と W、ズームの表示になってるんですけども、今見てお分かりのように後ろのセンサー側の方の焦点距離が変わるような動きをしてましたよね。通常のレンズはこのレンズと同じで、前貸しの方が、動かすと、正面側の方のレンズが位置が焦点距離が変わって、表示はワイドとテレという表示ですね。こんな感じで変わりました。で後ろ貸しの方は、センサーまでの距離が変わるんですね。センサーまでの焦点距離が変わるんで、ピント、いわゆるピントですね。でニアとファー、ピントなんでニアとファーっていう表示になってますと。これが普通です。Amazon さんのレビューでも逆って表示がありました、逆ってコメントがありましたけども、その通りだと思います。でこれ真ん中のやつが 2.8 から 12mm のズームレンズなんですけども、他の2つと違って2分の1のセンサーサイズに対応しているものです。で正面側の方を動かすとこんな感じで、正面側の方のレンズがダイナミックに動く様子が見えます。でワイドとテレって明確に表示してありますね。で C マウントです。はい。で真ん中がオープンクローズの表示になっていて、このやつをオープンクローズの方に回すと、絞りが変わるんだけれども、一緒にズームの方も動いちゃうんですね。それと同時に実はリアの方のピントの方もずれちゃうと。
で後ろの 方も動かすと、まあ、あの先ほどのやつと同じで後ろ足の方のピントが変わりますよと。教授の方はニアとファーになっていますということで、まあ、これは普通の表示も普通だし、正しく動きます。で3分の1の時には周辺ちょっと蹴られちゃったんですけども、2分の1だと全く蹴られがなくてクリアな映像を得ることができましたので、 ASI の ZWO の、3分の1というか 2.8分の1の、センサー搭載したものを使われている方はこの2分の1の T マウントレンズを買われるといいと思います。で先ほど1箇所動かすと他の2箇所も動かすと、まあ、こんな風に動いちゃうんですけども、ネジをちゃんと締め込めば連動して動くようには動かないんで、1箇所調整したらばネジを締めて動かなくして、でもう1箇所動かすと、そんな感じの順番に操作していただくと普通にズームレンズとして使えると思います。ワイドテレの方を動かすともうピントはずれるし、ピントをずらすとあのワイドテレどっちか動かさなきゃいけないという格好ですね。あの私は一番最初一番ワイド側に振って、でピントを近所のお宅に合わせて設定しまして、その後星空を向けてピントを合わせて画角を変えて、ピントを合わせて画角を変えてっていう感じで調整をしています。レンズの好みで言いますと、私実は一番最初の5から50が一番とても素晴らしいと思っていて、でも画角的にはあの見える幅ですね、角度の範囲としては一番広く撮れる真ん中のやつが好きですね。ただレンズが前に飛び出しすぎるので、一番画角が広い 12mm の状態にした状態だと周辺の光をレンズがこう真横からの光も反射してしまって、レンズ全体が真っ白に光ったような感じにセンサーでは見えます。まあこれはまあ絞ればいいんだでしょうけども、星空を捉えたいので、まあまあそんな感じですね。ちょっと困ってこんな感じのことになってます。で最後にこの3つのレンズのメーカーさん、違う業者さんから買ったつもりでいたんですけども、来たものを見たらば箱が全部、箱に書いてあるこの CCTV レンズっていうデザインが全部同じでした。っていうことはおそらく同じ業者さんなんだろうなと、作ってるかいらっしゃるところは単一の箇所なんだろうなと思います。それをまあいろんな業者さんが Amazon 通じて売ってるのかなっていう感じですね。でレンズの型番が箱にちょっと書いてないんですね。真ん中と左はちょっと 2.8 から12とか F1.4 とか F1.6 とか3分の1とか、まあなんか書いてあったんですけども、一番出来がいいと言ってた右側紙にあったレンズに関してはどこにもそれに相当するような型番の表示がないんですね。まさか一番出来がいいと思ったやつが一番古くないだろうなとはちょっと思ったりするんですけども、まあ出来が3つ比べるとかなり違うんで、新しいレンズ設計する都度どんどんスキルアップしてんのかなというふうに思ってまして、
まあ、今後もっとさらに素晴らしいレンズを作っていただけるんじゃないかと期待しています。それではご視聴ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。